下に下でプレイヤーして10番買おうよじゃん。なるほどなるほど、よしよしよし。俺もね一個ねもうカートに入れてたのあんのよ。ちょっと待って上野に帰るね。よし、その300枚いったら残り300枚いったらボーナス出てくるって言ったじゃないですか。で残り300枚でボーナス消化したらそこのメーター次299枚からスタートするんです。だから1ゲーム目にベルじゃなくてハズレ引いたらボーナス1ゲームするんです。へー。でそれでボーナス中にの枚数から上乗せして、で突破ゾーン中、まあ、ボーナス中が突破ゾーンみたいになってて、そこで残り1000枚とかじゃ1回でもボーナス出たらもう行けよと。そう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 、スラッシュ入れてボーナスまで行くとすぐ出る。なるほど。でコインもちいいからそこまで行くとね、一発やらかせばねほぼ負けなくなるみたいな感じなんだよ。まあ、まだ全然プラセル1000枚でプラスになるから。そうなのよ、コインもちいいからね意外とね。そうね、勝負にはなるんだよね。あ、特命だ。特命ひねる。特命意外と当たる。特命当たる。いやこれは当たったんじゃない。いやーなー、ナイスナイス、綺麗。うわ綺麗。それ何、なんかリーチ目みたいな。あー喋っても意味ないんか投資16本一発。大噴火じゃ。頼むぞ。さあ21杯からスタート。これはきついな。どうしようもね。見つけたぜ。デフォルト。ロゴもなし。ちょっと一旦考えようかな。ちょっと周り見ていきます。一回見に行くって。黒バラが今。黒バラが動く？黒バラが動きます。じゃあ黒菊の花も動こうかな。葬式じゃねえか。この番長3の門台も。据え置き、全部据え置きとかではないし、たまにリセットかかってるけど、あくまでもランダムみたいな感じ。まあいや、この機種が強いみたいなのはないっすね。おお来た。なんだこれ。あれ初めて見た。めちゃエロい。エロ。欲しい。チャンス目でしょ。おいいっすね。同じ重さになるのがあっちから。同じ重さはまだ見たことないな。あの二人が同じ重さだと共闘になるんだ、発展すれば。だから5-5の状態になるのがすげえあって。あ、10は、まあ、10はもともとあった。だから5-5になれば共闘かどっちかが10か以上だから、5-1の状態で発展するのがほとんど。
外れて、ね、さっきからそうだな。いい、弱い、あー弱い、これは弱い、弱いね。マジかー。俺もジローはやるんだ。ここめっちゃ人が多くて、人が多くて移動先もないんすよ。一回外出ません？やばいよ、やばい、やばすぎます。どうする、どうする、わかんないぞ、正直わかんない。もう一旦買う逆にね、あ、もう逆に腹くくってんのね。もうだってもう無理、あれや、まあ、気持ちを切り替えないとね。ちょい負けが一番わかんない、わけわかんない。確かに確かに、もう行き切らんともう無理かもしれん。一人頭 5,6 番負けた上にもう 7,8 番勝って、まあもういやいやいやみたいな。わけ、まあまあそれは良くない。せめてやっぱちょっとでも勝ったないと。もうか、そう、か、勝つかもうやるならわけわかんなくなるぐらいやらないと。もうこれ帰らないよ、うまいこと。僕らはわけわからんくならんの。ならないね。俺なるもん。俺らだって、まあ、最悪500枚でも勝てれば、ね、そうなんすよ。もう買い物して帰った、今日いいだれ。違うのよ、500枚ずつ浮いても、だってそしたらさ、500枚ずつ買い物したら俺4000枚買うことになるでしょ。自分で言ったんだもん、ね、10万の買い物しようって。それはもうだってあれだもん。いやでもあれだと思うよ、帰り欲しくなると思うよ。いやでも確かに、はい、やっぱ気持ちを切り替えてこう出しに行かないと。なんかやっぱちょっとぬるい、ぬるいっすもんね僕ら。さすがにぬるいね。でもね、もう2つの思いがあるのよ。もう いややってやるわっていう思いと、サラバン2に対してもイライラしてる。あ、なるほどね。ちょっといただきのさ、スラッシュのループ一発ぐらいやらせるよ、一発ぐらいね、思ってるのと、今ちょっとタイ、タイなんだ、タイ。だから誰かが一発さ、あ、こう、そう、サラバンツってこういうのって見れれば、もうそれで満足すっから。そこまでは行くじゃん。正直でも他に移動先はってじゃあ聞かれた時に、今のところ空き台も少ないんで、うん、じゃあスラッシュ入れるまではやろうか。誰かがスラッシュ入れるまではとりあえずやると、うん、いいよ。もうそれもノルマにしよう、それも、はい、いいよ。で、もうスラッシュ見たら、まあそれをもう自由、もう自由、うんうん、いいっすね。俺も数理のマックスですから、しゃいや、乗り打ちは乗り打ちだからね。そうなんですよ。いや、そうなんで、一番背負ってるの大きいかもしれない。いや、もう品が乗り打ちってそういうことだ。いや、そうだけど、言うても乗ってんだぞと。まあね、このままだと俺やっちゃうぞって、俺すぐにやっちゃうぞっていう状態に今いるわけ。そうか、俺行くぞと、マジで。じゃあもう早々に引くか、とりあえず。そうっすね、一発引きゃ分からんすもんね。出玉的にもイーブンまで戻せるし、戻せる、そう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 、戻せる、そこをとりあえず。だから何にせよ一番いいのは、もうみんな一辺倒、みんなスラッシュやって、はい、それぞれ1500枚2000枚と思って、そうですね、プラスにして次の段階だ。何 だったら別に展開よくて粘り切って勝つでもいい。まあありだと、はい、買い物タイムじゃあいつにする。とりあえずそれは昼で行く、うん、それは 昼、うん、昼、もうちょいだけど。そうやな、それ、決まってんの。え、決まってる、決まってる。いや俺、あの状況次第では もうちょっと見繕わなきゃ。まあ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 、僕も今の状況考えると、うん、ちょっとノイズキャンセリング諦めようかなと。そうだろ。いや、あるよな、それもな。俺もユニフォーム、だったらやっちゃうぞって。なんさ、だったらなんなんそれ。もう取り急ぎよ、もう俺はもう8万買い物するんだったら、もう別に8万負けするぐらいの覚悟でいくよ。まあ、まあ、ね、でも8万勝つ可能性もあるし、ね、そうだったらね、1万円以内のお買い物で済まそうみたいな、選択肢をまだ持ってるんだったら、これはもう由々しき事態だよ。だから今から1時間、まあ、1時間もないっすね。だからもうちょっとの間にで頑張れれば、俺らも変えるよ、気持ちを。だ、じゃあとりあえず欲しいものは一応俺らもあるから。あるから、高い買い物したいんですよ僕ら。もしくはまた買い物タイムを伸ばしても今日中に買えばいいから、収録中に。俺もうねえよ、だって俺もう、だってもう次お前らがもし5000円ずつとかやったら、俺バイクとか買うぜ。250cc とか。70万のバイクとか買うからな、俺さ。ジロー、はい、
凱旋が若干出てる感じがあったね。でもめっちゃ強気よかったっす。わかんない、まあ、一撃かもしれないけど、だリセットかかってる台に関してはどうのこうのみたいなのあるかもしれんすね。ごめん聞こえてないもんごめんなんとなく話してる最悪や、ちゃんと説明してたのに噛み合ってたなと思ったんですけどね、途中までこの台据え置きやったんでちょっとまあ心配ではありますが、高設定下が出たっていうのとモード B が選ばれたっていうのだけっすね。モード B は1でも 12% で選ばれますんで、1回じゃあなんとも。ただまあ次が出てこようもんならまあ偶数あるんじゃねえかって、まあ、そこ聞くで高設定ほどっていう感じなんで、まあ、6だと3割ぐらいあるんで、結局まあいかに A に行かない台が A に行かないかっていうのが2台かどうかを分けると。当たりそう。行くよテレビ。ふん。私のターンだ。ふん。営業開始。すごいすごいすごい。これは終わってから来る。今やってんの？え？やってるね。もったいな。だよね。もったいないよねこれね。チャンスゾーン行ってるってことですよこれ。待って、ね、今行ってます。ね、あーすげえすげえ。あーよし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 。それはまだまだ納得。まあね、2万5000円早っ。頼むぞー。10歩あるから 30% スタート。チャンスメイト。なんかなんかムカつくね、さっきからね多分当たると思う。当たりそう。行くよテレビ。行くよテレビ。652ゲーム、2万5000。お。チャンス目で。ここはね、なんかいろんな要因があるらしいですよ。チャンス目じゃない？わかんないけど。あっち、ここだ。おーおーおー、よっしゃよっしゃ。冗談か。あでも綺麗、やっぱ綺麗だね。まあサラサラマンというか番長の7は青7は本当綺麗。大噴火じゃ。よしよしよし。うわマジ？マッチ君。これも。おおつあつあつ。いいね。青7は何？2分の1ぐらい。2分の1ベルの2分の1。
オッケーオッケー。これバッチと俺2人ともラッシュ入れたらでかいな。でかい。待ってよ、待ってるわ。うわ 80%、 2人とも一緒だ。 80%80% だ。すごい。まあ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 、いけるいけるいける。オッケーオッケー、決めちゃおう決めちゃおう。とりあえずいや、バッチ君の方がいいぞ。まあでも、あ、チャンスアップ、チャンスアップ。かわいい、あはははこれ大丈夫ですね。チャンスアップ2個は見つけたぜ。見つけたぜ。よし、かっこいい。かわいい、かわいいな。よっさきもらった。まだまだ行くぜ。よし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 。85%85。 OK、 行くぞ。よし、あ、後期これ何、チャンスあるか。ああ確定確定確定、うん、パス確定。燃えるぜ燃えるぜ。いいね、バッチ、ここがいいよ。よし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 よ。確定確定確定。おお、100%。 OK、 バッチだよ。あとよし、おお、飛べたこれ。引いたんじゃない、なんか 100%100%。 おお、チャンス目だ。お、リーチ目、なんか引いた、わかんないっすわ。それなんかどえらいやついたの。へえ、逆にもったいないパターン可能性ありますね。ねえ、あれじゃない、え、あれじゃない、押し中断ベルで 100% 超えるから押し順ナビ出さなかった。ああ、そういうこと。ああ、まあゼロではないっすね。まあでもなんかそんな目はなさそうだもんね、うん、なんかまあでもいいね、うん、2人とも確定は確定。オッケーオッケー。いや、これなんとかしよう。頼ます頼ます。いやいやいや、いいよいいよ、行こう行こう。よし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 。じゃあこれラッシュ入れて飯いっか。オッケー。うわ、かっこいいな、いいな、羨ましい。これ上乗せ、飯行きます。はいね、うん、行っちゃおう。オッケー、よしよし、後半頑張ります。え、なんか言った、なんか言った、なんか言ったな。感想だ。え、あんの、そういうの。ない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 でしょ。いや、この時点でないでしょ。なんで、なんで、たぎるぜみたいなこと言ったで。俺もう言っちゃなんだけど、もうあのカートに突っ込んでやっから。あ、出た、うまい。これはマジで感想を狙おう俺。